もちろんこの大勢以外にもその他の農村とかに行くこともあるんですけど、やっぱりリピーターというか、なんか何度でも行きたくなってしまうのが大勢なのかなっていう、なんかすごく自分勝手にこう過ごさせてもらってるんですけど、こう受け入れてもらってるとか、まあ、いいのかなとは思ってるところもあるんですけど、すごく本当に家族以上に家族のようにこう受け入れてもらってるっていうところがすごく魅力的で、私東京生まれで東京育ちなんですけど、そういう田舎っていうのがなくて、だから惹かれるっていうのはすごいあると思います。こういう畑とかっていう風景も家の周りにあまりないので、すごいこういうあったかいお家とかもすごい魅力的で、それでまた来たいなと思うっていうのはあると思います。実家がまあ葛飾区の方にあるんですけど、結構その高く建設されたところの近くにあって、そういう話題も振ってみるんですけど、全然こうあまり深い話にならないというか、全然もう私たちには関係なくて福島で起きたことっていうような認識を持っている方もいるんで、ふじみ野市で環境系のイベントがあって、あと産業祭もあってっていう在庫販売の場が結構あるんですけど、それが落ち着いたらグリーンツーリズムもあるし、新しい形で例えばその大勢のお母さんたちにこう都心の方に来てもらって、なんか料理を作ってもらって一般のお客様に提供してもらうとか、そういう形でこうもっと発展させていけたらいいなと思います。私は高校とかでちょっと農業に興味があったので、少し農業について勉強してたんですけど、いろいろ教えてもらって興味の幅がすごい広がったと思います。去年はやっぱり福島の震災とか原発で、まあ、支援しようかなっていう人が多くて買ってもらうっていう人が多かったんですけど、最近は結構そうですね、原発とか放射能とかみんなもう過去のことになってしまっていて、あ、福島の売ってるんだみたいな感じで通り過ぎる人とか、あとはやっぱり親子連れの方は放射能って聞くとやっぱり話を聞けずに買わないで帰ってしまったりとか、なかなか問題がいろいろ出てきてしまって、去年よりはあまり売るってはないです。センター目立つね、センター色が